うっすー、ノーキンハンクです。よろしくお願いします。はい、という感じで、一週間失踪してました。申し訳ございません。裏ではね、ずっとポチポチやっておりました。で、今回なんですけども、幻影戦争に天井付きのガチャが実装されるというお話を聞きましたんで、これはちょっとね、一発物申してやろうかなと思って動画を出しております。その内容がですね、こちらですね。5ステップアップの10連召喚。はい、50連目でアイガイオンが1枚確定ということなんですよ。金額で言うと約2万円。2万円回すと無料でアイガイオンが手に入るんですよ。今回これについて思ったことなんですけど、いや、ちょっと高いよね。なんでかっていうと、もしこの50連でキャラが手に入るんだったら、皆さんどうでした？ちょっと熱くないですか？これがね、ビジョンカードだから微妙なんですよね。キャラだった場合は、もし50連で、まあ、引き終わって、で、まあ、ずっとやっとけばさ、かけらとか集めも、かけら集めね、まあ、全然できますし、で、今回これビジョンカードじゃないですか。ビジョンカードって、ポチポチやってても、あんまり集まらないんですよね。で、やっぱり1枚持ってるだけだったら、まあ、真の性能がね、発揮されないということもありまして、これはね、で、しかも1回限定じゃないですか。50連回してアイガインを1体。ね、レベルが確かマックス40ぐらいだったかな。さすがにね、がっつりやってる人からすると、ちょっと使いにくいんですよね、やっぱりね。そこがね、ちょっと気になるところかなと思うんですよね。で、今回のアイガイオンの、ま、性能なんですけどもね、まあ、悪くはないですよ。はい、こちらですね。浮遊効果が斬撃耐性の貫通率アップするんですよね。で、パーティーアビリティが斬撃の攻撃アップ、で、命中アップがついてるということなんで、破滅さんがね、まあ、また一段と強くなるわけなんですけども、まあ、それもね、ある程度の凸が必要なんですよね。まあ、最低でもね、3凸ぐらいはまあ欲しいところなんですよね。な、1枚持ってたからって言って、まあ、すぐに使えるかって言ったら怪しいところですね。はい。で、まあもう一個ね、SSR のね、義足というのもあって、まあ氷属性のキラーアップですね。まあこれはどう見ても、まあグラセラ対策に、まあ持ってこいというビジョンカードになってるんじゃないでしょうかね。さすがにね、まあ今回ね、これ50連でビジョンカードが確定するんであれば、なんかね、ここにもね、なんか新キャラをね、一発追加しといてもよかったんじゃないのかなと思うんですよね。まあ低確率でもいいから、まあ新キャラも出ますよ、みたいな感じなんですけども、さすがにね、ちょっとね、ビジョンカードだけでね、2万円使うっていうのは、まあ厳しいですよね。たとえ皆さんにね、給付金10万入ってたとしても、5分の1をね、アイガイオンに使うっていうのは、ちょっと厳しいかなと思いますね。はい。まあ、そんな感じのイメージが受けましたね。まあ、今後もね、こういう風に天井付きのガチャがね、出てくると思いますんで、まあ、ピンポイントで欲しいキャラがね、まあ、もしピックアップされた場合だったら、すごく、まあ、いいことなんじゃないのかなと思いますね。今まで天井がなかったんでね、何十万と溶かした人いると思うんですけども、まあ、今後はこういう形でね、何十連回したら無料で手に入るみたいな感じの方針になっていくんじゃないのかなと思いますんで、幻影戦争ね、また一段と良くなっていくんじゃないでしょうかね。さすがヒロノ先生でございます。俺は一生ヒロノ先生についていくつもりですんで、まあ、もしよければね、俺を公式に呼んでください。